これでアップしよう。やったー、完成。今回時間かかったね。曲も MV も細かいとこ直してったしね。ま、その分良くなったんじゃない？だね。今回の MV は僕の中でも自信作かも。時間かけた分いい感じのができて良かったよね。あ、それで次の曲なんだけど、この前の打ち合わせで方向性決めたじゃない？それに合わせていくつかラフを書いたんだよね。ちょっと見てくれない？え、レナナもイラスト直してたのにいつ書いてたの？動画の最終調整してる時。ちょっといい構図浮かんだから。へえ、やる気満々じゃん。じゃあ、あとは次の曲のデモが来たら作り出せるね。ごめん、それなんだけど、今アイディアをまとめてるから少し待っててほしい。へえ、Kでも時間かかることあるんだね。珍しいね。でも次の締め切りまではまだあるし、焦んなくて大丈夫じゃない？うん。はい、今ラフ送ったよ。お、結構たくさんある。3枚目かわいい。ねえ、ユキもそう思わない？一番最後のはいい。なかなかいいセンスじゃない。これは私の好きな画家の初期の絵を参考にしたんだけど。そういう解説には興味ない。あんた、人がせっかく今日も元気だな。やっぱり僕たちはこうじゃないとね。じゃあおやすみ。今日はサクッと終わったし、いっぱい寝ようっと。にしても、前にエナが世界に行っちゃった時はどうなるかと思ったけど。前より楽しそうに絵が描けてるみたいで、本当に良かったな。っていうか、エナのお父さんが有名な画家だったなんてな。びっくりしちゃった。僕たちっていっつも一緒に作業してるけど、お互いのことを何にも知らないんだよね。もうちょっと知ってたら、あんな風になる前にエナの相談に乗れてたのかもな。でもな、僕たちが話すのって作業チャットと打ち上げの時ぐらいだから、そういうこと話す機会ってあんまりないし。あ、そうだ、人形展の時みたいにまたみんなでどこかに行ってみるのはどうかな。あの時は真冬が大変だったけど、おかげでちょっと真冬のことが分かるようになったし、いつも行かないような場所に行ったらもっとお互いのことを知れるかも。でもどこかに行くって言ってもどこに？春だし時期的にはお花見とかだけど。お花見はいっか。せっかくどこかに行くんならもっと面白い。あ、お、このクラスはお化け屋敷やってるんだ。飾り付けよくできてるな。こういうのエナとか結構ビビりそう。真冬は怖がったりしなさそうだけどね。奏ではどうだろう。驚いたとこちょっと見てみたい気もするけど。お化け屋敷とかいいんじゃない？この前ネットで心霊スポットまとめ見かけたし、そういうところに行ってみたいな。お化けトンネルとか、いわくつきの神社とか、面白そう。あ、でもただ心霊スポット巡りしたいなんて言ってもみんな絶対 OK してくれないよね。うまく説得する方法考えなきゃな。ただいま。今日はお客さん多かったな。ま、
あったかくなってきたし、新しい服買いたくなるもんね。よし、それじゃ作業しますか。そろそろ次のデモができてる頃だし。ん？奏から？今日は世界に集合したい。奏から世界に誘うなんて珍しいな。もしかして何かあった？わかった、今から行くよっと。急いで行かなくっちゃ。あ、真冬、エナ、もう来てたんだね。連絡があったから。でも肝心の奏が見当たらなくて。あ、いた。奏、みんな急に世界に集まろうなんてどうしたの？ごめん。奏がこんなに真剣に謝るなんて、一体何があったんだろう。大丈夫だよ、奏。何があったか知らないけど、僕は奏の味方だから。それで一体どうしたの？実は。次の曲のデモができてないの。あ？